伊佐美送信所伊佐美送信所伊佐美送信所は、愛知県碧海郡伊佐美村に建設された、長波の使用を主とした無線送信所である。1929年に運用を開始したが、戦後は米軍に接収された。1993年、米軍より閉鎖する旨の通告を受け、翌1994年に日本に返還されたのに伴い、アンテナ鉄塔、建物は解体され、その役目を終えた。送信設備の一部は、伊佐美送信所記念館に保存され、2007年に高周波発電機が機械遺産に認定、2008年には送信設備一式が未来技術遺産に制定された。さらに、2009年5月19日には IEEE よりマイルストーンとして認定された。フラットトップアンテナの見取り図高さ250メートルの鉄塔8基にて長さ 1.8 キロメートル16畳のアンテナ用ワイヤーを支え逆 L 型フラットトップアンテナを構成した。アース線は 1.76 キロメートル 0.88 キロメートルの範囲内の地中に深さ60センチメートルで網の目上に敷き詰められた。発信機は周波数 5814Hz を発生させる高周波発電機が用いられた。その出力を3定倍回路を通して3倍の高超波を取り出して使用した。これは当時の発電機で直接 17442Hz を出力することは不可能であったためである。このため発電機の出力周波数には高い安定性が求められ、発電機の回転部分は16トンもの重量となった。また発電機を回転させるのにも、商用電源から交流モーターを使って直接発電機を回すのではなく、まず交流モーターで直流発電機を回転させて直流電力を発生させ、取り出した直流を使って直流モーターで高周波発電機を回転させた。これは、周波数安定のために高周波発電機の回転変動を検出し、直流発電機を制御するワード、レオナード方式を採用したためだった。伊佐美では予備を含めてこのセットを2組用意し、これらを含めた送信設備は、鉄筋コンクリート造り、県延べ 1338.5 平方メートルの送信機室に収められた。対となる受信所は、三重郡海蔵村に建設された。船橋送信所とともに、太平洋戦争開戦の暗号、新高山登れ1208を送信した送信所の一つ。足利義満による、小国寺七栄応答の持つ106メートルという高さ、日本歴代記録を約530年ぶりに更新した。解体直前の局舎第一次世界大戦が始まった1914年当時、日本と海外との通信は3本の海底ケーブルのみであり、そのすべてが欧米の電信会社の所有であった。海外との自前の通信設備の必要性を感じた逓信省次官の内藤義吉は退官後に日本資本による日米間の海底ケーブル設置提案、財界の賛同を得たがアメリカとの折衝は不調に終わった。一方、無線通信の発達により、海外との直接通信が可能となったことで、政府は方針を変更し、長波による直接通信のための対米無線通信所を福島県に設置した。また、対応無線電信所は、愛知県碧海郡伊佐美村を第一候補地として、用地買収を進めた。しかし、1923年に関東大震災が起こり、国家による工事は不可能となった。そこで特殊会社を設立し無線設備の建設と保守を担当し、政府が運用に当たることにした。これにより1925年10月20日に日本無線電信株式会社が設立され、対応無線電信所を建設することとなった。工事は1927年2月1日にアース線の埋設から始まり、高さ250メートルのアンテナ鉄塔8本、局舎の建設、送信機材の設置等が行われた。建設資材運搬のために、三河鉄道小垣駅から現地までの約 2.4km に専用鉄道が敷設された。5万8000トンの資材運搬が予定され、運搬終了後に鉄道は撤去された。送信機はテレフンケン式高周波発電機が採用され、ドイツから輸入された。建設予算は550万円だった。この費用は第一次世界大戦によるドイツからの賠償金が当てられたと言われることがあるが、無線機購入費用の一部に当てられたに過ぎない。また、ドイツからの賠償によって、チンタオから移築されたという説もあるがその根拠はない。1929年4月15日、長波1台、短波1台で、ワルシャワへの送信業務を開始。4月18日に開局式が行われた。開局の頃には短波通信設備が発達し、長波に比べて設備が小さく、そのため建設費、維持費も安く運用できるようになった。イサビデモ以後は短波設備やアンテナが増設され、長波の運用は短波の補助的役割となった。後年にはヨーロッパ以外の中国や東南アジアとも通信業務を行った。一方、長波の性質として海面下のある程度まで到達できるため、潜水艦との交信には長波が使用された。1941年頃から長波設備は日本海軍潜水艦との交信に使用され、短波設備の一部も日本海軍で使用された。一般には海戦決定の暗号、新高山登れがイサビから送信されたと言われているが、宮内寛也によると、12月2日、瀬戸内海に停泊中の戦艦、長門から、有線で、東京通信帯に送信され、船橋送信所から短波と長波で、無線発信されたとされる。潜水艦に対しては、伊佐美送信所から長波により送信されたという、また開戦当日の12月8日に送信したという、間違いも文献によっては見られる。終戦後の1947年、GHQ から設備解体命令が出て、短波設備は逓信省へ移管、長波もアンテナ線が撤去された。250メートルのアンテナ鉄塔6基と長波送信設備は撤去にも費用がかかりそのまま放置されていた。1950年になり、米海軍が対潜水艦通信用に使用することとなり、電機工業が設備の保守をし、米海軍が運用を行うこととなった。当初駐留していた米軍も電機工業に管理を任せたまま、1955年に撤退した。1980年代、真空管の冷却排水を利用し、スッポンの養殖が行われていた。施設はそのまま電機工業の管理のもとに運用が続けられていたが、1993年8月1日に送信を停止。翌1994年8月1日に日本へ返還された。送信停止の理由を米軍は冷戦終結による予算削減のためと答えている。1995年11月からアンテナ線の撤去が開始され、翌1996年8月から鉄塔の解体が開始された。鉄塔解体工事は東側の奇数鉄塔が上部から鉄骨を切断し吊り下ろす、エレクター工法、西側の偶数鉄塔が根元に設置した巨大なジャッキにより、鉄塔を支え下部から解体していく、ジャッキダウン工法が採用され、前者は8月2日から7号鉄塔を、後者は8月5日から8号鉄塔の解体を開始した。しかし、200メートルまで解体が進んでいた8号。鉄塔は解体中に鉄塔を支持するワイヤーが切れてバランスを崩し8月29日に倒壊事故を起こした。これにより7号鉄塔を含めて解体工事が一時中断し残る7基の鉄塔の解体方法について議論された。ジャッキダウン工法を採用した解体目標としては前例のない高さであったため当初から安定性に対する懸念の声が上がっていた。そのため結局ジャッキダウン工法は中止することになり、残る鉄塔はすべてエレクター工法で解体が行われることになった。鉄塔本体は1997年3月4日に全8基の解体が完了し、残った局舎なども2006年までに解体された。解体前の伊佐美送信所の前景や解体工事の記録は、スライドフィルム及び写真での記録を愛好家のホームページで確認することができる。社宅跡はフローラルガーデンよさみとして公園整備がなされ、その一角に伊佐美送信所記念館が2007年4月に開館、主な送信設備と鉄塔1基が25メートルに短縮されて残されている。局舎や鉄塔などの跡地は更地にされた後しばらく活用方法が決まっていなかったが、2013年になって電気工業が太陽光発電所を建設した。2007年8月7日に高周波発電機が日本機械学会より機械遺産第10号に認定され、2008年10月9日には送信設備一式が国立科学博物館により重要科学技術資料第7号に登録された。当初はフランス、ドイツ、ポーランドが通信相手国であった。AB 朝日新聞2007年8月3日付有刊及び伊佐美送信所記念館の展示説明による。AB 重要科学技術資料、伊佐美送信所の真実。世界最大級の超波通信設備、伊佐美送信所公式サイト。2015年11月8日閲覧。鈴木明、伊佐美の無線塔の歴史、伊佐美送信所調査報告書、P12。刈谷市第4巻、P295。鈴木明、伊佐美の無線塔の歴史、伊佐美送信所調査報告書、P24。伊佐美の鉄塔、鶴さんのホームページ。2018年8月8日閲覧。電気工業伊佐美太陽光発電所竣工のお知らせ電気工業ホームページ。ありがとうございます。